高原しぐれです。はい、今回ご紹介するものですね、こちらというよりは同じシリーズのこちらですね。で、多分まだ紹介してないと思うんですよねっていう感じなんですけど、以前ご紹介したマグカップになりますね。内容としては名探偵コナンのマグカップですね。前はコナンとキッドを紹介していて、今ここにはキッドさんだけあるんですけどね。このなんかこうほらこのうっすらと映っているこのキッド様がかっこいいじゃないですかっていう話をしたと思うんですよ。の、もう一つですね。これの前はコナンとキッドをやったんですけど、もう一つ見つかりました、出てきました。灰原の愛ちゃん出てきました。これおそらくまだ紹介していないと思う。こちらですね、ドン灰原。その以前紹介したものの名探偵コナン、モノクロームマグというものの灰原バージョンですね。でこちら愛ちゃんと、そしてうっすら映っているもの、こっち見て笑ってるの愛ちゃんが、はぁかわいい天使かこの野郎。野郎じゃねえわ、アマだわ、言うとしても。ですね。こんな感じで見つかりましたのでご紹介しようと思って、今ねここに3つ並べようと思ったんだけど、今度コナンがどっか行ったんだよ。どこかな、ちょっと一回あれだよね、整理整頓したいっていうのも含めて、おそらくこのね部屋のねスペース足りないと思うんだけど、コナンのグッズを全部一個一個こう床に全部並べてみたらどうなるのかっていうのを一回やってみたい。全部きれいに広げた後でグッズごとにまとめて、マグカップはマグカップとか、ストラップはストラップとか、ポスターはポスター、並べてみたいよね。並べてみたいんだけど、並べたところで、コナンに関してもそうなんですけど、コナンもうカードキャプターさくらもそうなんだね。あと、シャーマンキングも好きじゃないですか。おそらくシャーマンキング予測ですが、来年以降またグッズが更新されると思うんですよ。というのもちょっと今ね、武井宏之先生、原作者の方なんですけど、武井界隈がちょっとざわざわしてるので、おそらく武井界隈のグッズがまた今後更新されると思うから、まとめようにもまとめられないぜっていう話なんですね。困るね。もう何年から何年のグッズでまとめましたっていうのをやろう、今度それやろう。ということでですね、残念ながらコナンくんがちょっと出てこなかったんですが、もう一つあのモノクロームマグ愛ちゃんも出てきましたのでご紹介しようと思います。こちらが灰原愛ちゃんですね。はあ、素敵。やばいね。もうなんかだってさ、例えばだけどよ、冬とかね、朝起きて、あーちょっとスープ飲みたいなとか、ココア飲みたいなとか思うじゃないですか。紅茶飲みたいなとか、入れるよ、入れるとするよ。私いつも何かをやりながらになるんで、だいたい左でコップ持ったりするんですけど、パッて持った時に笑ってる愛ちゃんと目が合うんだよ。なるよね、結果飲めない。ちょっとここ隠さないと飲めないかもしれないな。隠したら意味ねえな。はい、シールも貼ってあります。ということでご紹介いたしました、名探偵コナンモノクロームマーク灰原、カタカナで、あ、逆だ、灰原、こちらご紹介させていただきました。おそらくモノクロームマーク、私が持っているものはこれで全てだと思います。確かまた別に、なんだろう、ロックグラスみたいなのがあるんですよ。それがちょっと前アンナちゃんにプレゼントでもらった、ベルメーさんとか、あれベルモットだっけ、が入ってるマグカップがあってですね、あれマグカップじゃない、グラスがあって、それはアイちゃん持ってるんですよ。でそれも今回ご紹介しようと思ったんですけど、ちょっと今そこに出ている箱とは別の箱にしまって入ってるようなので、ちょっとまた後日になると思います。そして
ということでご紹介いたしましたモノクロームマグハイバラ。さあもうそろそろですね、いろいろご紹介しまくりまくって、過去のグッズに関しては何を紹介して何を紹介してないのかそろそろちょっとよく分かんなくなってきておりますが、頑張って、これ多分まだ紹介してない気がする、これは紹介したかなって思ってちょっと選別している最中ですので本当に名探偵コナン20年前のとかね、もう絶対今やったらやばいっていうグッズまだまだあるので、当時こんなグッズもあったんだよっていうのをご紹介していきたいと思いますので、こうご期待くださいませ。ということで高橋文でした。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。タカラでした。